宮島航路での廃用後、宇野港に経留された、秋丸1988年3月15日、大島丸は、日本国有鉄道鉄道連絡船である、大島連絡船に就航していた船舶である。大島航路に就航した、大島丸は3隻あるが、本船は、その3隻目である。大島丸の名称は、山口県瀬戸内海の八代島に由来する。後に、 宮島連絡船に転属し、秋丸と解消されている。大島航路では、自動車構想の需要が年々高くなってきたが、自動車構想を目的として建造された、須王丸でも対応できなくなりつつあった。そのため、より多くの自動車を積載する船舶が求められていた。そこで、本格的なカーフェリーとして新造されたのが、元船である。本船は、 1970年3月12日に、神田造船所、吉浦工場で竣工し、同年3月20日より、大島航路に就航した。自動車15台を積載する、本格的なカーフェリーで、自動車は大畑港の桟橋の設置場所の関係から、右玄の開港部より乗船するようになっていた。船室は、車両甲板の上に設置され、冷房完備で乗客に好評であった。 大島丸の就航で、大島丸が退役した。1976年7月5日、大島大橋開通に伴い、大島航路が廃止となると、7月14日に秋丸に解消され、選手に車両を積み込み口を新設し、宮島航路に転属した。また、人志掘り連絡船の予備船としても使用された。その後長らく、宮島航路で使用されていたが、 7裏丸の就航により1987年1月28日に就航。しばらく軽戦の後、同年売却された。2014年現在、フィリピンセブ島北部からバタヤン島サンタフェ港に向かう定期航路として現役で活躍中。ありがとうございます。